天空の花嫁。いや、だいぶ段階、いや、急に段階飛んだ。なんかもう、何どうなって、何がどうなってこうなったの？悲劇から時間はない。いや、悲劇どころかもうさ、買ってもうたよ。たくましい魔物使いと成長を遂げていた。魔物使いと君は人々の助けを借り、天空の主を探すために、急になんか、ヘンリーとか偽対抗とかどこ行ったん？あ、なくしたん？ヘンリーの話なくしたん？本業武道家、いざ参らん。お供を見てください。ファイブに登場しています。なんとかファイブに登場させたな。フォースデビルはメッサーだったらな。さあ、天空の花嫁のショーが始まる。2804か。2804か。もう、なんだこりゃ。あ、まあ確かにでもそうか。なんだ、真ん中にいるのあれか？待って、真ん中にいるのもしかしてゲレゲレあれ。そうだね。真ん中にいるのはゲレゲレだね。あ、そうか、ゲレゲレあたりのモンスターがいるってわけか。いきなりおたけ指を上げて、突撃！ゲレゲレ！悪いねー。十字剣刺さった。まさかの十字剣刺さっちゃったか。さあ、ここで仲間にした炎戦が行きます。炎戦ってだいぶ先なんだよな。ゲレゲレ仲間にするなんかよっぽど先だぞ、炎戦は。さあ、ゲレゲレだよね、君。先空撃、何それ、かっこいいんだけど、名前。何それ。さあ、長いロードから先空撃、それはオリハルコンの木は、この時点で持ってはいけない。マジかよ、こいつ。てか、なんでお前ら、お前、ゲレゲレ共存してんの？他の魔物と。さあ、メラミをとりあえず、ゲレゲレ？多分ね、キラーパンサーメラミ弱点です。というか。刺さったね。刺さったねー。あれ、そいつ大丈夫？あ、合ってるわ。大丈夫。放射に賢いね。ナイス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 。さあ、SP カードをどうしようかなって今思ってますけど、SP カードは天空の花嫁だから、リング系だったかな？リング系っぽいよな。いやでも待て、ゲレゲレがゲレゲレびっくりでしょ、これしかないじゃん。あの水のリングの場合、そのゲレゲレとかビッグアイが氷に強い、ドルヌーバーもそうなんですけど、全員相手が氷に強いんで、まあ追加効果を狙うんであれば、あのビアンカの方が刺さります。ただちょっと適正なさすぎないかお前ら、このパーティー。ちょっと待って、リング適正なくない？ないな。あ、ないな。あ、ねえ。あ、全然ない。大丈夫これ、様子を見るに刺さってるぞ。ちょっと待って、これ、ミステイクか？ミスチョイスか？あまりにも。やばいな。俺、ミスチョイスだ。あまりにも。にゃーん！きっついぞ、これ。リングで遊んでる場合じゃねえぞ、お前ら。ビアンカの脇見て喜んでる場合じゃねえぞ、お前ら。ダークマッシャーでリング効果が出る。あ、って意味わかんなくなったのや、お前ら。適正ゼロじゃん。適正ゼロじゃん。大丈夫これ勝てる君たち。こんなことしてるけど。てか、リング系統もさ、確か追加効果発生しないと、確か手にならないじゃなかったっけ。あれ、なんか、炎のリングでさ、追加効果発動しないとダメなんじゃなかったっけな。リング使った場合って。何の意味があるんだこれ。あまり意味がないんじゃないかこれもしかして。全然意味なかったんじゃないかこれ。あ、でも、十字剣で、大丈夫、十字剣でさ、ゲレゲレビッグアイを狙えば、って感じですね。さあ、行ってこい。あ、行って、突撃、それはドロヌーバー。あーよし、炎戦行け、炎戦行け行け、炎戦。おい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 何してんだ、いいんだよ。何、勝手に燃え尽きるんだ、一人で。一人で燃え尽きるんじゃねえ。とりあえず、ホースデビルがメラミ当たれば勝ち。ホースデビルメラミで勝てるよ。いやー、きつい。大丈夫かこれ。大丈夫かこれ。おい。俺は、まさか、ちょっと待って。大丈夫か大丈夫かこれ、ちょっと待って。ちょっと不穏な匂いしてるぞ。おい、大丈夫かこれ。おい。大丈夫かこれ。517。あ、勝った、大丈夫だ。うん。泥沼の痛恨、水平チョップ痛恨ででも450ぐらいなんで大丈夫です。はい、勝ち。はい。はい、お疲れ。ドン。危なかった。危なかった。ビアンカの脇見てる場合じゃなかった。いにしえの悪魔。ん？悪魔言うてもうたな。お前、俺に弱点をさらしたな。さあ、
懐かしい新たな出会いを繰り返し時代を流れていく。伝説の魔術を試すかもしれないが、サラボの街は封印された強大なモンスターと出くわすのであった。いや、シリアット出てる。お前、俺に弱点をさらしてな。後悔するぞ。いや、もうね、私に弱点をさらしてしまったのかね。敗因ですかね。悪魔の爪です。もう相手が分かってんだったら、そらそうなるでしょう。そらそうなるでしょう。行きましょう。オトバはホーステリー続投のドラゴンライダーです。よーし。これで勝ちに行こう。さあ、封印された悪魔とね、あれ3700になってんだけど。あれ、君の HP 3700もあったっけ。なんかね、封印されたイニシエの悪魔、ブオーンとの戦いになりました。HP 3700という超強化を。超強化を受けております。行くぜ、投資せ、ローゲの演武、行くぜ。お前、俺に弱点を指すな。はい、行くぜ、せーの。はい、よいしょー、マジか、こいつら。嘘でしょ1250出ちゃった。いや、もう、悪魔、自分で自分のこと、悪魔って名乗るからですよ。名乗っちゃダメですよ。名乗っちゃダメだよ、名乗っちゃ。さあ、でも、レジェンドクエストは、敵の火力が高くなってる。ナイス、ドラゴンロイド。嘘、お前よけんのえ、お前避けんの。さあ、どうなる。あいや、キラキラ、おいおいおい、嘘でしょ、嘘でしょ。ドラゴンとのコンビネーションで、はい、オッケーオッケーよー。しっかりダメージ取って、しっかりダメージ取って、なんとこのダメージ、このターン、ムーン、もうノーダメージです。嘘でしょ、嘘でしょ。ちょっと私も予想してない。ちょっと私も焦ってますよ、ちょっと。投げ払うの威力を知りたいんですけど。レジェンドクエストの敵が強くなってるんで、当然、武王も強いはずなんですけど、外しているとか、避けられているとか、どういうことですか、これ。はい、ローガの演武いくよ。はい、いくぞ、せーの。はい、よいしょ、わースペシャルカード使ってない。スペシャルカードまだ使って、嘘、ちょっと待って、スペシャルカードまだ使ってないで、2ターンだよ、ちょっと。2ターンで削り切っちゃうの、ちょっと。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。スペシャルカード使えなかったじゃん。嘘、スペシャルカード使えなかったじゃん。SP すら使えなかった。何なんだよお前。光の教団、ええ、イブール出んの、え、イブールさん出んの。さあ、光の教団、伝説の魔術が行方のわからない妻を探し、あ、そうだね、子供たちと共に旅を続けていた。妻の手がかりもといて大神殿と、それハーゴンの神殿じゃね、その、あなたのその背景、どう見てもハーゴンの神殿ですけど。光の行、え、イブールさん出んの、もしかして。さあ、続けてバトルマスター、風林火山。もう5のね、5のね、縛りはもう、遠の昔に捨ててきました。そろそろね、私のパーティーをね、ガチっていきましょう。バトルマスター、風林火山、行くぜ。音もコドラン影の騎士、やっぱりいつものメンズなんですよね。キーザラゴン置いてきた。この戦いについてこいつにない。なんか知らないんですけど、背景の BGM、ちょっと待って、HP4039HP。何この BGM。これダークドリアムの、ダークドリアムの BGM 流れてますけど、ちょっと君、ちょっと待って、佐々木さん誰それ。さあ行きます。はい、奥義、ふぅ、ウィッカーさん、うん、はい、なんだ、あれ、打撃隊じゃんの、しかもジャミ打撃耐性あるし、なんかジャミいるし、真ん中誰、ちょっと待って、真ん中誰それ、佐々木さん誰それ、佐々木さん誰こいつ、え、ジャミとゴンズ再び出て、まとめて出てくんなよ。まとめて出てきたんだけど、なんかまとめて出てきたんだけど、君たち何こいつ、なんでみんなまとめて出てくんの。君たちまとめて出てこんでもいいんじゃん。イブールどこ行ったん、イブールは。ナイスー、とりあえずドラゴンキッズのデイン、賢さ40回でもこんなダメージ出ますね。まあ、ゴンズがそんな怖い、賢さ高くないんだろうな。殴りつける。うわ、強っ。いや、アトラス並みじゃん。多分、色的にはラマダだと思うんですけど、さ、影さんが呪いランプをジャミに打つ。大丈夫ちょっと。できれば、パッと見なんかラマダ、真ん中のギガンテスだしさ、身の守り低そうだけどな。身の回り低そうなんだけど、なんでジャミになっちゃうの。行くぜ、ふーウィン火山、はーい、はーい、よいしょ、出た、風林火山の炎特攻来ました。ここで HP 差がね、だいぶ返してた。よしよし、でかいぞ、それでかいぞ、マジで。よし、いいよ、
まあしっかり当てて勇気貯めていこう。風林火山の炎でね、悪魔特攻が発動したんですね、今。ラマダが悪魔でよかったわ。ギガンテスのコンパチでよかったわ。おい、ナイス！いいよ。これは応援とかドラゴンオーブで勇気の逃げ切りした方が良さそうですね。さあ、呪いのラムをラマダに今度は撃った！ OK、いいよ。やっぱりラマダ弱いけどな。呪ってけ！あー、無理か。さあ、問題はね、まさかゴンズとジャミが一斉に出てくることないと思うんだよ。あ、ナイス、ラチャッ！いいよ、そのガードでかいよ。HP 差返した、ここで。あ、でもここで無理か。結局返されるか。あ、強っ！あ、結構強いな。大丈夫、大丈夫。4ターン目に応援すれば。お、4ターン目に応援さえすれば何とかなると思います。さあ、風林火山、行くぜ！風の奥義、あ、風、ウェイ、火山、はーい！よし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 。大丈夫、大丈夫だ。オッケーオッケー、大丈夫、大丈夫だ。さあ、影さんが呪いのランをしていく。できれば呪っていくとアドが取れるんで、呪っていきたいところではあります。無理です。さあ、デインを打って、次のターンに、何かしらドラゴンオーブとか使えばもう勝ちですね。だってドラゴンオーブでいいと思う。なんだったらまさかの、風林火山の、特攻発動したのがでかくて、削り切りも狙える範囲中なんですけど、できればもうね、多分この手の HP になると、大丈夫かこれ。にょーんそこ、なにそれ、なにそれ、マジかお前、混乱、ちょっと待って、混乱はやばいな。いや、ここはドラゴンオーブで、しっかり勝ちに行こうか。あ、応援って手もあったかな、今。今、応援でもよかったな。敵の攻撃に呪文がなかったから応援でもよかったか。いやでも907はこんなんあんのか。それがギガンテスになったらどんだけ強かったか。ねえ、あの普通のぶん殴るにさ混乱があったらさ、ギガンテスどんなに強かったかね。いやードラゴンキッズ狙われるね。いやでもまあまあドラゴンオーブで半減ぐらいしてるから1900は削り切るんでしょう。風の木、うー、ウェイ、母さん、うん、はーい、わー、嘘でしょ、また削り切んのか、お前。嘘、また削り切んの、旅に呪いがかかる。削り切っちゃって。なんか、俺の、ちょ、あのさ、俺の言うことを無視すんのやめてくんない？